ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は主に首都直下地震について紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。関東大震災よりも前に、関東で起こった大きな地震は何だと思う？関東大震災よりも前の地震ってことよね。江戸時代にあった地震だと思うけど、なんて名前だったかしら。正解は元禄地震だぜ。元禄地震は、元禄16年11月23日、1703年12月31日午前2時頃、関東地方を襲った巨大地震なんだ。震源は相模トラフ沿いの東経 139.8 度、北緯 34.7 度の地点だと推定されている。現在の房総半島南端の千葉県の野島崎付近だ。マグニチュードは 7.9 から 8.5 と推定されているぜ。この地震は、関東大震災と同じタイプの地震と考えていいのよね。そうだぜ、いわゆる相模トラフ巨大地震だと言われているんだぜ。そして、この地震の前の相模トラフ巨大地震だと考えられている地震も数多くあるんだ。ただ、正確な記録が当然残っていないからよくわかっていない。はっきりとわかっているのは、元禄地震の後に起きたのが関東大震災ってことなのね。元禄地震の前にも、同様の地震が必ず起きているのは確かなんでしょ。起きているのは確かなんだけど、正確な記録がないから特定が難しいと言われているぜ。ちなみに1433年にも大被害を伴う地震の記録が残っており、この地震を相模トラフ巨大地震だと考えることもできるが、はっきりとは分かっていないぜ。その周期や間隔に関してはどうなのかしら？そのあたりも様々な見方が存在するから注意だ。相模トラフ沿いの巨大地震が、西暦878年の相模武蔵地震、岩陽地震、西暦1293年の鎌倉大地震、永仁地震、続いて西暦1703年元禄地震、次が西暦1923年関東大震災であるならば、周期は最短220年、最長415年と考える研究もあるんだ。元禄地震と関東大震災の間隔がすごく短いように感じるけど、どうなのかしら。そこは最短の間隔で発生したと言えるだろうな。まあこれも一つの説に過ぎないから、実際のところはわからないぜ。確かに関東大震災が1923年で、220年後なら、2143年に起こる可能性があるって感じになってしまうけど、さすがにそんなことはないわね。あくまで相模トラフ巨大地震に関しての周期だからな。当然、地震の原因になるものは他にもたくさんあるし、その周期が間違っているかもしれないぜ。南海トラフ巨大地震によって誘発される可能性も忘れちゃいけないぜ。確かにそうね、一つの場所だけ見て判断してはいけないってことね。元禄地震の被害はどのくらいのものだったの？小田原で震度7だったと推定されていて、小田原城の天守閣が消失したと伝えられている。地震と津波によって、1万人以上の犠牲者を出したとの記録も残っているんだぜ。当時の人口を考えたら相当な被害が出ていると言えるわね。元禄地震以前の相模トラフ巨大地震に関しては、被害状況などの記録が乏しいから詳しくはわからない。地震の規模は関東大震災と元禄地震とでは、どっちが大きかったかわかるの？おそらく元禄地震だとする説が根強いぜ。地殻変動がかなり大きな地震だったと考えられている点から、そのように言われているんだ。そして、元禄地震の次に起こったのが関東大震災ってわけね。次は関東大震災に関して見てみよう。マグニチュードを基準に考えてみたら、東日本大震災が有史以来最大規模の大地震だったのは確かだけど、犠牲者の数を基準に考えると、有史以来最悪の大地震は関東大震災だと言えると思うぜ。190万人が被災し、10万5000人が犠牲となった未曾有の大震災だったぜ。建物の被害は全壊が約10万9000棟で、全焼が約21万2000棟だったと言われているんだ。史上最悪の大地震なのは間違いないと思うわ。ちなみに東京大空襲の犠牲者が約11万人だと言われているから、関東大震災はこれと同じ犠牲者が、出てしまったと考えることもできるぜ。戦争と同じくらいの被害が出た災害ってことなのね。ちなみに関東大震災でこれほどの犠牲者が出たのは地震による家屋の倒壊よりも、その後に大規模な火災が起きてしまったからだとする説が、よく言われているぜ。大規模な火災になって、逃げ場がなくなってしまった話を聞いたことがあるわね。もし、大規模な火災にならなかったら、犠牲者の数は実際の半分以下であった可能性もあるそうだぜ。実は後の調査でもこのことが、裏付けられていたりするんだ。関東大震災の犠牲者の実に9割が、火災が原因で亡くなっていたことが調査の結果、判明しているぜ。やっぱり大規模な火災になると、犠牲者の数が増えてしまうのね。それに加えて、この震災の最悪なところは人的被害だけじゃないんだ。首都機能が麻痺したことによる影響も、悲惨な結果を生んだと言われている。
例えば、関東以外の地域では首都との通信が途絶したことによって、悪質なデマや噂が広まってしまった。当時は今と違って、情報を得る手段が少なかっただろうからしょうがないわね。そのため政府首脳が全滅しただとか、関東全域が水没したなど、荒唐無稽な数多くのデマが広まってしまったそうだぜ。こういった状況では、治安が悪化するのは言うまでもないことなんだぜ。確かに震災後には、そういった治安の悪化を今でも耳にするわね。実際、トルコの地震でも店舗の商品が持ち逃げされたりしたって話があったわね。関東大震災では、自警団の暴走による暴力事件も起こっていたりするんだぜ。正しい情報が広く伝達されるというのは、こういった非常時こそ本当に大事ね。関東大震災が発生した頃は、新聞以外のメディアがなかったということからも、しょうがないことだったとも言えるかもしれないぜ。もし仮に、首都直下地震が起こった際には、同じ過ちを繰り返してはいけないわね。まさに、その通りだぜ。そして、関東大震災の次に起こるかもしれないのが首都直下地震ってわけね。首都直下型地震とはその名の通り、東京を中心とする、関東で起こると考えられている地震だぜ。ついに話がここまで来てしまったわね。日本は首都に国としての機能のほとんどが集中しているから、大きな被害を受ける可能性がある。確かに何でも東京にあるイメージだもんね。まあ利便性を考えると、集中していた方が良いのかもしれないけどな。そして、この首都直下型地震は、二つの発生メカニズムが存在しているのは知っているか？一つは内陸型地震と、もう一つは海溝型地震だ。陸で起こるものと海で起こるものの二種類ってことでしょ。内陸型地震の場合は立川断層という断層が震源となる可能性が高い。どのあたりにある断層なのかしら？飛鳥山丘陵、笹仁田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで、分布する活断層のことだぜ。立川って名前は入ってないけど、何か変わったのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において立川市内には断層が存在しないと報告されたぜ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更されたという経緯があるんだ。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も残っていたりするぜ。なんだかややこしいわね。ちなみに断層の長さも、かつては全長 33km だと言われてきたけど、平成27年の調査では、全長 12km に下方修正されたんだ。だいぶ短くなったから、少しは安心なのかしら。いや、脅威がなくなったわけじゃないから注意してくれ。活断層なんだから、常に注意が必要なのよね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は6300人にも上るという想定もあるぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出る可能性が高いのね。そして、この断層は1万年から1万5000年の周期で動くことが分かっている。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3000年前と考えられているからな、注意が必要だ。いつ動いてもおかしくないってことね。今この瞬間に地震が起こってもおかしくないぜ。それに加えて、首都圏においては他にも歪みが蓄積されている活断層があると言われていて、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、いつ地震が発生してもおかしくないと言われている。これは、近い将来地震が起こるという話が現実味を帯びてきたわね。次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと関東大震災ってことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷状の地形を起点とする地震が、起こる可能性のことだ。関東大震災も相模トラフが原因だったわね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは問題なさそうね。前回の関東大震災がだいたい100年前くらいだから、しばらくは大丈夫だったりするのかしら。従来の研究ではそのように考えられてきたんだけど、近年の研究では関東大震災の際には、震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が判明したぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動で起こったものだったかもしれないのね。半分程度の活動で、東京は壊滅的な被害を受けたなんて、驚くべきことね。確かに驚愕の事実だったぜ。つまり、関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるのは言うまでもない。それもいつ起きてもおかしくないってことになるのね。まさに、その通りなんだ。また、この海溝型地震は相模トラフだけじゃないぜ。南海トラフが原因になるものがあるってことでしょ。さすがの霊夢もわかるようになってきたな。その通りで、南海トラフを震源域とする東海地震と呼ばれる地震が、起こる可能性も指摘されている。
このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられている。もう150年以上経過しているじゃないの。この震源域の地震も、いつ起こってもおかしくないぜ。だから、みんな関東地方での地震を警戒しているのね。関東地方に限らず、日本という国自体が地震という巨大な災害の火種を抱えているからな。日本に住んでいる以上、基本的にどこに住んでも地震と無縁でいることはできないぜ。ほんと、とんでもない国なのよね。まあ受け入れるしかないな。首都直下型地震が起こると、どのような被害が出るのかしら？それじゃ次は予測される被害に関して話をしてみるぜ。耐震補強がなされていない都心の建物の6割が、倒壊すると言われていて、その際に大規模な火災が発生するそうだ。また、その火災で1万6000人が犠牲になるという予測も出されている。関東大震災の時も、大規模な火災で多くの被害が出たけど、同じことが起こるってことね。巨大地震の後は主要な道路が崩壊し、車などの通行ができないと考えられるからな。そういった状況では消火活動を十分に行うことができないだろう。事実、これまで大きな地震が起きた地域では、被災地の道路などが破壊されて寸断されたり、車で避難しようとした人によって、大渋滞が起きたりした例があることは知っての通りだぜ。それに加えて、仮に消防車が到着しても、放水のための水が確保できないなんてこともあるわね。つまり、消火のしようがない状況になるかもしれない。恐ろしいことね。さらに、東京湾ではイルカやクジラが目撃されたりと、地震の前兆ではないかと考えられている現象が起こっている。確かにそんなニュースがあったわね。こういった現象は過去の大地震の前にも起こっている可能性があるから、注意が必要なんだ。気をつけておいた方がいいってことね。今回は関東地方で過去に起こった地震と、これから起こる可能性がある地震に関して話したぜ。やっぱり次は関東地方が危ないかもしれないから、警戒しておいた方が良いわね。では、首都直下地震がどのような地震なのか解説していこう。よろしく。それで、首都直下地震とは簡単に言うと、首都で発生する地震のことだな。そんな地震が起きてほしくないわ。日本の首都は東京なわけだし。確かにそうだな。ただ、実は過去に関東で大きな地震が発生したことがあるんだぜ。え、そうなの。それで、その地震って何なの？それは、関東大震災だな。歴史の授業で習ったような気がするわ。いや、確実に習ったことがあると思うな。すみません、忘れました。いいぜ、気にするな。それで、関東大震災の引き金となった地震は、関東地震という巨大地震なんだ。そして、その関東地震は、1923年、大正12年9月1日に南関東を中心に発生しているぜ。また、関東地震は元66年、1703年の地震と類似のメカニズムで発生したと考えられているんだ。なるほどね。そして、最近では、再び関東地震と同じ規模の地震が発生すると考えられているんだ。え、もう一回発生するの、勘弁してほしいわ。確かにそうだけど、それが災害だからな。それは否定できないわね。では、首都直下地震について詳しく話していこう。よろしく。ただ、首都直下地震はどのタイミングで発生するのかは、明確に分かっていない状況なんだぜ。まあ、相手は地震だから仕方がないけど、いつ頃に発生するとかわからないの？専門家によると、首都直下地震はいつ起きてもおかしくない状況だと言われているぜ。それが地震の怖いところだよね。確かにそうだな。じゃあ、首都直下地震はどんなメカニズムで発生するの？具体的に言うと、東京の下には19もの活断層地域と、地下には隠れた断層があるんだ。そのどれかが動くことで、首都直下地震が発生すると考えられているんだ。じゃあ、東京はある意味、大きな爆弾の上にあると言ってもおかしくはないわね。確かに、断層のことを考えるとその表現が正しいかもしれないな。それで、東京を中心に大地震が発生すると、関東は大きな被害を受けると考えられているんだ。やっぱりそうだよね。また、一部の専門家によると、東日本大震災を引き起こした地震の規模は、約1000年に一度の地震だと言われているんだ。それは、知らなかったわ。それで、東日本大震災の影響で日本列島のプレートは、東に 5.3 メートル引き伸ばされているんだ。え、それってヤバい状況にあるんじゃないの？かなりヤバい状況だな。具体的に言うと、引き伸ばされたんだが、その影響で発生した歪みを解消するために、地震が今後20年は多くなると予想されているんだぜ。じゃあ、場合によっては首都直下地震が起きるかもしれないし、その他の地域でも、大規模な地震が発生する可能性が高いんだね。その通りだぜ。また、仮に首都直下地震が発生すると、経済損失はおよそ95兆円で、亡くなる方は約2万3000人。
そして被災者は3000万人と想定されているんだ。やっぱり、人は人が多い上に、経済の中心になっているからね。どうしても、規模が大きくなってしまうのね。その通りだぜ。それで、首都直下地震はどれくらいの強さの地震なの？あくまでも推定だけど、マグニチュード7以上だと考えられているぜ。十分すぎるくらい強力な地震だね。そうだぜ。だから、普段の生活から地震に対して決して油断しないことが大切だな。さて、ここまでは首都直下地震について解説をしたけど、ネット上で話題になっている神奈川県の地震が、首都直下地震の前兆なのかという話をしていこう。ズバリ神奈川県の地震は、首都直下地震の前兆なの？はっきり言うと、わからないが正解だな。何それ、ダメじゃないのよ。まあ、待ってくれよ。先日に神奈川県で起きた地震に関しては、地震の規模が小さかったこともあり、首都直下地震の前兆として考えることはできないと、専門家は語っていたぜ。ほうほう、じゃあ、地震の規模によって地震の大きさが変わってくるの？いや、それに関しては何とも言えないな。なぜなら、少し前に千葉県で震度5の地震が発生したけど、専門家は首都直下地震の前兆として、考えることはできないと語っていたからな。難しいわね。まあ、いろいろな話をすべて抜きにして考えると、現在のネット上では関東で地震が起きると、すべて首都直下地震の前兆として考える傾向が強いことは、間違いないと思うぜ。確かに、一部のユーザーがよく言っているわね。だから、あまりそういった情報を信じすぎるのはどうかと思うな。確かにね。それに、地震は思わぬところで発生してしまうことが結構多いんだぜ。え、そうなの？例に挙げるなら、東日本大震災はほぼ予想ができていなかった地震だった上に、熊本地震の発生確率は 0.9% と言われていたんだ。何それ、まさに突然地震が起きたってことなのね。まさにその通りだぜ。だから、日本ではいつどこでどんな地震が発生しても、おかしくないということになるんだ。そうだったのね。じゃあ、地震に関して人間は受け身になるしかないのね。いや、そうでもないぜ。地震の正確な発生場所を特定することは難しいけど、活断層やプレートの動きで、ある程度予測することはできるんだぜ。そうなの。先ほど、首都直下型地震が発生するメカニズムについて話したけど、その内容をさらに具体的に話すと、首都直下地震には2つのメカニズムが存在すると言われているな。そうなの。じゃあ、さっきマリサが話してくれたメカニズムは、そのうちの一つということなんだね。そうだぜ。それなら、先に二つのメカニズムを話してくれてもよかったじゃない。まあ、気持ちはわかるけど、先ほどは神奈川県の地震が首都直下地震の前兆ではないかとする話を、優先させたかったので、一部省略させてもらったぜ。そうなのね。まあ、あの時に二つのメカニズムの話をされていたら、頭が混乱していたから、今話してくれる方がいいわね。そうだろ。それで、メカニズムに関しては、一つは内陸型地震で、もう一つは海溝型地震だな。要するに、陸で起こるものと海で起こるものの2種類があるのね。まさにその通りだぜ。ここで注目してほしいのは、内陸型地震の場合は、立川断層という断層が震源となる可能性が高いことだな。どのあたりにある断層なのかしら？飛鳥山丘陵、笹新田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで、分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更された。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに断層の長さも、かつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では、全長 12km とされたぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出てしまうのね。そして、この断層は1万年から1万5000年の周期で動くことが分かっているんだぜ。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3000年前と考えられているぜ。いつ動いてもおかしくないってことじゃない。そういうことになるぜ。なるほどね。そうだぜ。でも、厄介なのは首都圏においては他にも歪みが、蓄積されている活断層があると考えられていることなんだ。また、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、予想外の地震が起きてしまう可能性があるんだぜ。なるほどね。
じゃあ、話をまとめると現在の首都圏は、近い将来地震がいつ起きてもおかしくないわね。まさにその通りだぜ。次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと関東大震災のことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷状の地形を起点とする、地震が起こるかもしれないんだぜ。関東大震災も相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは大丈夫ね。前回の関東大震災が100年前なんだから、従来の研究ではそのように考えられてきたが、近年の研究では、関東大震災の際には震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの。半分程度の活動で、東京は壊滅的な被害を受けたのよね。そういうことになるぜ。つまり、相模トラフを原因とする関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるってことだぜ。なるほどね。確かに海溝型もある程度地震発生の予測はできているわね。まあ、かなり大まかな予測だけどな。また、この海溝型地震は、相模トラフだけじゃないぜ。南海トラフが原因になるものがあるのね。その通り、南海トラフを震源域とする、東海地震と呼ばれる地震が起こる可能性があるんだ。このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられているんだ。じゃあ、もう150年以上経過しているわね。この震源域の地震も、いつ起こっても何ら不思議なことではないんだぜ。関東地方は多くの爆弾を抱えているような状態なのね。考えたくはないが、それは間違いないな。最後に、日本で最も発生が危惧されている南海トラフ地震について、興味深いことが明らかになったので、そちらを解説していこう。え、南海トラフ地震で何かあったの？それで、南海トラフ地震とは、南海トラフと呼ばれる地域を震源地とする地震のことだぜ。それで、南海トラフとは、駿河湾から日向灘沖にかけての、海底の溝状の地形を指すんだ。また、トラフとは、海溝よりは浅くて幅の広い、海底の溝状の地形のことを指すんだぜ。そして、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に潜り込んでいることから、南海トラフが形成されたぜ。なるほどね、南海トラフにそんな歴史があったのね、全く知らなかったわ。それで、南海トラフはどのようにして発生するの？発生のメカニズムは次の通りだぜ。1、海側のプレート、フィリピン海プレートが、陸側のプレート、ユーラシアプレートの下に、1年あたり数センチメートルの速度で沈み込む。2、その際、プレートの境界が強く固着し、陸側のプレートが地下に引きずり込まれることで、歪みが蓄積される。3、陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで、発生する地震が南海トラフ地震なんだ。なるほどね。もっと複雑な理由で南海トラフ地震が発生すると思っていたけど、単純な理由なのね。まあ、地震が発生するメカニズムは、そこまで複雑なものは少ない。しかし、だからこそ地震を食い止めることが難しいんだぜ。確かにそうだね。それで、ニュースとかで言っているけど、南海トラフ地震は過去にも、起きているという話を聞いたことがあるけど、その話は本当なの？本当だぜ。首都直下地震の時にも少し触れたけど、1944年に昭和東南海地震、1946年に昭和南海地震が発生しているんだ。やっぱり、過去に南海トラフ地震は発生しているんだね。そうだぜ。それで、南海トラフ地震では、過去にスロースリップ現象が起きていることが、近年の研究で明らかになったんだ。スロースリップ現象、初めて聞いたわね。スロースリップ現象というのは、数ヶ月以上の長い時間をかけて、ゆっくりと岩盤がずれて動くことを指すんだぜ。ゆっくり動くのなら、大して問題はないんじゃないの？まあ、過去の研究者たちは、スロースリップ現象についてそう考えていたんだけど、近年の研究では、少し考え方が変わってきており、この現象によって過去にも南海トラフ地震が、引き起こされたと考えられているんだぜ。え、それって、今までは特に注目されていなかったスロースリップ現象だけど、今後はその現象によって、南海トラフ地震が発生してしまう可能性があるということなんだね。まさにその通りだぜ。だから、ここまでの全ての話をまとめると、日本は地震大国なので、SNS の情報も大切だが、日頃から地震に対する準備をしておくことが大切だな。うん、わかったわ。まず、今回、私がヤバいと思っているのは、東京都の新宿区で異常震域の地震が発生したからだぜ。新宿ってシティハンターが活動しているところね。
そうだな、それで新宿区で発生した地震は、マグニチュード 4.0 の地震だったんだ。マグニチュード 4.0 ってことは、震度で言うとどれくらいなの？震度で言うと、2だな。震度2、そこまで強い地震ではないわね。そうだな、震度2の地震は屋外で本を読んでいる人が、揺れを感じる程度の地震だぜ。なるほどね、でもこの地震がどうしてヤバいの？それは発生した場所がヤバいこと、今回の地震で異常震域が確認されたからだぜ。え、そうなの。まず、今回の地震に関しては、太平洋プレートの内部で発生した地震だと言われているぜ。ほうほう、数あるプレートの中でも特に大きなプレートだね。そうだぜ。ただ、太平洋プレートで発生する地震に関しては、数も多いのでそこまで敏感になる必要はないんだ。となると、問題になってくるのは、今回の地震が異常震域で発生したことだね。まさにその通りだぜ。では、異常震域とは何なのか解説していこう。初めて聞いた言葉だからよろしくね。異常震域とは、地震から離れている場所なのに、強く揺れる場所のことだぜ。ほうほう、つまりどういうことなの？具体的に言うと、新宿区では今回の地震は、先ほども言ったように震度2が観測されている。しかし、新宿から離れた場所である栃木では、震度3が観測されているんだぜ。え、震域から離れているのに、地震が強いってやばいわね。どうして、そんなことが起きてしまうの？専門家によって、考え方はいろいろだけど、地震波の伝わり方が深く関係しているとする。考え方が一般的だな。ごめん、地震波って何なの？地震波とは、地震の時に岩盤がずれ動くことによって、地中に振動が生じ、周囲に波として伝わっていく現象のことなんだ。それで、今回の場合だと、まず太平洋プレート上で地震が発生しているんだ。そして、発生した地震波は、北米プレートを通って新宿区に伝わっているんだけど、栃木などでは、フィリピン海プレートを通って伝わっているんだぜ。ほうほう、つまり、新宿区と栃木で地震波の伝わり方が違った結果、離れている場所なのに震度が違ったのね。まさにその通りだぜ。じゃあ、今後は異常震域の関係で東京で地震が発生すると、他の県ではもっと大きな揺れが、観測されるということになるのね。さすがは霊夢、まさにその通りだぜ。それって単純にヤバいわね。まあ、確かにヤバいけど、この異常震域に関しては、今に始まったことではないぜ。え、そうなの。実は前々から発生していたんだ。だから、そこまで敏感になる必要はないけど、東京で大きな地震が発生した時は、想像以上の地震が他の県を襲う可能性がある、ということを覚えておいてくれたらいいぜ。なるほどね、どうしても地震の概念としては震源から離れていれば、大丈夫と思ってしまうからね。そうだよな、だから、今回の事例を踏まえてそのことを再確認してほしいと思うぜ。わかったわ。では、ここからは先ほどの話を踏まえて、関東で発生が危惧されている地震について話していこう。関東で発生が危惧されている地震って、まあ、知っている人も多いと思うけどやっぱり、首都直下地震だな。やっぱりそうだよね、でも、詳しいことは知らないから解説してほしいわ。任せてくれ、それで、首都直下地震とは簡単に言うと、首都で発生する地震のことだな。また、実は過去に関東で大きな地震が、発生したことがあるんだぜ。え、そうなの。それで、その地震って何なの？それは、関東大震災だな。今から約100年前に発生したヤバい地震だね。そうだぜ、それで、関東大震災の引き金となった地震は、関東地震という地震なんだ。そして、その関東地震は1923年、大正12年9月1日に、南関東を中心に発生しているぜ。また、最近では、東京の断層の関係で再び関東大震災と同じ規模の地震が、発生すると考えられているんだ。ニュースとかでもよく言われているわよね。ただ、首都直下地震はどのタイミングで発生するのかは、明確に分かっていない状況なんだぜ。まあ、相手は地震だから仕方がないけど、いつ頃に発生するとかわからないの？専門家によると首都直下地震はいつ起きてもおかしくない状況だと言われているぜ。それが地震の怖いところだよね。確かにそうだな。ただ、一部の予言者は2023年に地震が発生すると予言しているけどな。そうなのね、でも予言だから当てにならないわね。確かにそれは否定できないな。じゃあ、首都直下地震はどんなメカニズムで発生するの？具体的に言うと、東京の下には19もの活断層地域と、地下には隠れた断層があるんだ。そのどれかが動くことで首都直下地震が発生すると考えられているんだ。じゃあ、東京はある意味大きな爆弾の上にあると言っても、おかしくはないわね。確かに断層のことを考えるとその表現が正しいかもしれないな。また、仮に首都直下地震が発生すると、経済損失はおよそ95兆円で、亡くなる方は約2万3000人。そして被災者は3000万人と想定されているんだ。
やっぱり、人は人が多い上に経済の中心になっているからね。どうしても、規模が大きくなってしまうのね。その通りだぜ。それで、首都直下地震はどれくらいの強さの地震なの？あくまでも、推定だけどマグニチュード7以上だと考えられているぜ。十分すぎるくらい強力な地震だね。そうだぜ。だから、普段の生活から地震に対して、決して油断しないことが大切だな。それと、今回の異常震域の話も、頭に入れておいた方がいいかもしれないわね。確かにそれは間違いないな。さて、ここまでは関東を中心に、地震に関する話をいろいろとしてきたけど、日本は地震大国、となると、日本全体で危惧されている地震が存在するんだぜ。もしかして、南海トラフ地震？まさにその通りだぜ。まあ、南海トラフ地震に関しては、各種メディアでも繰り返し報道されているから、知っている人も多いと思うけど、やばい地震なので改めて、話をしておくぜ。よろしく。それで、南海トラフ地震とは、フィリピン海プレートが沈み込むことによって、発生する地震なんだ。先ほども登場したフィリピン海プレートね。それで、南海トラフ地震が発生すると、どんな被害が出ると考えられているの？日本政府及び気象庁が発表した被害想定だと、日本国民の約 54% が被災すると想定されているな。地震で国民の 54% が被災するなら、逃げ場なんてないと思うんだけど。確かにそうだな。しかも被害を受けるのは、静岡から西は全域となっているけど、最近の被害想定では、関東の一部も地震の被害が出ると予測されているぜ。そうなの。それって、言い換えると日本のほとんどがヤバいことになるのね。まあ、考えたくはないけど、まさにそんな感じだな。どれだけすごい地震なのよ。こんな地震が起きて安全な場所に逃げろっていう方が難しいと思うわね。確かにそうだよな。ここまで来ると、海外に逃げるしか方法がないと思ってしまうぜ。それで、南海トラフ地震の被害想定は、最悪の場合、32万人以上が地震によって亡くなると言われているな。32万人、とんでもない想定だね。確かにそうだけど、このような想定になってしまうのは、地震が発生して数分後には、巨大な津波が押し寄せるからなんだ。やっぱり、津波の被害が大きいことは間違いないわね。そうだな、人類は地震に対して、ある程度対応することができるようになっているけど、津波に関しては正直言って無力だと思うぜ。確かにそうだけど、津波ってどれくらいのスピードで来るの？最大で時速 700km と想定されているぜ。時速 700km とかさすがにヤバすぎて、全く想像できないわね。また、一部の専門家は南海トラフ地震によって、富士山が噴火すると考えているんだ。え、そんなことが現実に起きてしまうの？地震と火山の噴火って、意外な関係性だと思うわ。確かに初めて聞いたら意外に思ってしまうかもしれないな。でも、過去には南海トラフ地震によって富士山が噴火しているんだ。え、それはヤバすぎるでしょ。まさに恐るべし南海トラフ地震だね。それは間違いないな。マリサ、ここまでの話を聞いて思ったんだけど、最近の日本って地震が多いと思うわ。確かに多くなっていることは間違いないな。でも、どうして、こんなに多くなったの？それは地殻やプレートが関係しているからだな。地殻？地殻とは、天体の固体部分の表層部のことだぜ。また、地殻はマントルの上にあり、大気や海の下にあるんだ。なるほどね。そして、地殻を研究することで、次に発生する地震を明らかにすることが、できると言われているんだ。え、そうなの。ただ、地殻から地震の発生が危惧される場所を、ある程度特定することはできても、いつ地震が発生するかまでは、明らかにできないのが今の現状だぜ。なるほどね。まあ、相手は自然だから、いろいろと特定するのは難しいよね。そうだな。しかし、地震のメカニズムと地殻の関係を理解しておくことで、身を守れるかもしれないぜ。そうなの。ぜひとも教えてほしいわ。よろしい。まず、地震のメカニズムに関してなんだけど、地震はプレートのどちらかが重なり合い、やがて、片方のプレートが沈み込む。そして、沈み込みが一定以上になると、跳ね返りを起こすことになるんだ。そうね。これで地震が発生するんだもんね。その通りだぜ。だけど、プレートの中には先ほどとは違い、重なり合うことはなく、地震を引き起こすことがあるんだ。え、そんな地震があるの？例えば、中国やハワイでは先ほどのような地震がたびたび、発生しているんだ。そうだったのね。では、プレートについて知識を得たところで、日本のプレートと地殻の現状について話していこう。ちょっと、話を聞くのが怖くなったけど心して聞くわね。よろしい。まず、日本列島の大半はユーラシアプレートと北米プレートの、上に乗っているんだ。そこに、南側からフィリピン海プレート、東側から太平洋プレートがぶつかっているんだぜ。かなり多くのプレートがぶつかっている状態なんだね。それは間違いないな。このように日本は4つのプレートが、ぶつかり合っていることから、
世界でも有数の地震大国となっているんだぜ。なるほどね。また、日本の地域によって変わるけど、北海道、東北地方は主に西向きに動いているんだ。え、日本列島って動いているのね、知らなかったわ。次にフィリピン海プレートに押されている西日本は、北西方向に動いているんだ。ほうほう、少し動きが違うわね。まあ、ここまでは日本列島の基本的なプレートの動きなんだけど、2003年頃から北海道で、少し怪しい動きが出てきたんだ。怪しい動きって？それは、本来北海道は西向きに動かなければならないのに、一部地域では東方向にプレートが動いているんだ。え、そうなの。一体どうしてそのような動きになったんだろうね。これに関しては、いろいろな説が考えられるけど、一番有力なのは2003年9月26日に、マグニチュード 8.0 の、十勝沖地震が発生したからと言われているぜ。なるほどね、地震の影響で動きが変わったのね。そうだぜ、また、先ほどの地震によって、北海道の広尾では南東方向に95センチメートル動いているんだぜ。95センチメートルってかなり動いているわね。そうだな、参考だけど、日本で観測されている地殻変動は、年間で数センチメートルと言われているので、いかに大きな動きだったかわかると思うな。ものすごく隆因って動いたのね。そうだな、では、次に2011年の地殻データを見ていこう。2011年といえば、東日本大震災が起きた年だからものすごく、隆因ってなっただろうね。具体的に言うと、2011年は東北から関東にかけて、大きく東向きにプレートが動いているんだ。なるほどね、これは東日本大震災が関係しているの？もちろん、大きく関係しているな。また、この東日本大震災によって、宮城県牡鹿半島の観測点では東南東方向に、約 5.3 メートルも動いているんだぜ。5.3 メートルって動きすぎでしょ。確かにな、まあ、それだけ東日本大震災は、大きな地震だったということだぜ。なるほどね。それに、東日本大震災によって、地殻変動は現在でも続いているんだ。え、現在でも続いているなら、やばいよね。そうだな、だから、最近の日本では、地震が多くなっていると考えられているんだ。そして、この地殻の動きから今後は、西日本全域と関東、東北地方は地震に注意が、必要だと言われているな。マリサ、それってさ、つまり日本全部だよね。まあ、そういうことになるな。だから、日頃から地震に対する、準備や心構えをしておくことが重要になるんだ。わかったわ、とりあえず防災バッグを買ってくるわ。頼んだぞ。首都直下型地震とはその名の通り、東京を中心とする関東で起こると考えられている地震だぜ。首都で大きな災害があると大ごとになりそうね。日本は首都に国としての機能のほとんどが集中しているから、日本にとって大きな痛手になる可能性がある。何でも東京に一極集中したのは災害を考えると、あまり良いことではなかったかもしれないわね。まあ利便性を考えると集中していた方が、良いこともあるとは思うぜ。そして、この首都直下型地震は二つの発生メカニズムが存在しているぜ。一つは内陸型地震と、もう一つは海溝型地震だぜ。陸で起こるものと、海で起こるものの2種類があるのね。内陸型地震の場合は立川断層という断層が、震源となる可能性が高いぜ。どのあたりにある断層なのかしら？吾妻山丘陵、笹見田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで、分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更された。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに断層の長さもかつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では全長 12km だったんだぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合はマグニチュード 7.4 の地震が、東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから桁違いの犠牲者が出てしまうのね。そして、この断層は1万年から1万5000年の周期で、動くことがわかっているんだぜ。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3000年前と、考えられているぜ。いつ動いてもおかしくないってことじゃない。そういうことになるぜ。それに加えて首都圏においては他にも、歪みが蓄積されている活断層があると考えられている。また、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、いつ地震が発生してもおかしくないんだ。これは、近い将来地震が起こると考えてもおかしいことじゃないわね。
次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと関東大震災のことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷上の地形を起点とする、地震が起こるかもしれないんだぜ。関東大震災も相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは大丈夫ね。前回の関東大震災が100年前なんだから、従来の研究ではそのように考えられてきたが、近年の研究では、関東大震災の際には震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの。半分程度の活動で東京は壊滅的な被害を受けたのよね。そういうことになるぜ。つまり、相模トラフを原因とする関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるってことだぜ。それもいつ起きてもおかしくないってことね。まさに、その通りだぜ。また、この海溝型地震は相模トラフだけじゃないぜ。南海トラフが原因になるものがあるのね。さすがの霊夢も知っていたみたいだな。その通りで、南海トラフを震源域とする東海地震と呼ばれる、地震が起こる可能性があるんだ。このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられている。もう150年以上経過しているわね。この震源域の地震もいつ起こっても、何ら不思議なことではないんだぜ。関東地方は多くの爆弾を抱えているような状態なのね。まあ関東地方に限らず、日本という国自体が、地震という巨大な爆弾をいくつも抱えた国なんだぜ。日本に住んでいる以上、基本的にどこに住んでも、地震から逃れることはできないぜ。偉い国に生まれてしまったわね。まあ受け入れるしかない現実なんだぜ。首都直下型地震が起こると、どのような被害が出るのかしら？それじゃ次は予測される被害に関して話をしてみるぜ。ちなみに、2012年3月に東京湾北部において、マグニチュード7の地震が発生した場合の、予測が報告されていたぜ。東京都と神奈川県の一部で震度7、東京23区は震度6強の地震が、発生すると想定されている。どのくらいの被害が出ると予測されているの？約2万人もの人が建物の倒壊や火災で犠牲になると、予測されているという恐ろしいものだぜ。もちろんこれは最悪のケースを、想定した場合の数字だと思うから。高めに数字が見積もられているかもしれないぜ。犠牲となる人の人数予測がすごく多い印象を受けたけど、よく考えてみたら人口密集地なのよね。まあ関東地方だからな。これまで起きてきた地震の発生地域と比べると、圧倒的に人口が多いから、被害を受ける人の人数が桁違いなんだぜ。ちなみに経済被害は95兆円だと考えられている。95兆円ってちょっと想像もつかない額ね。首都に多くの資産が集中しているからな、かなり高い金額になっているぜ。確かに多くの大企業は東京に本社を置いているわね。そういった面からも経済被害が甚大なものになると想定されているぜ。もし、この首都直下型地震が起こった場合は、日本全体に多大な被害が出そうね。地震自体の直接的な被害以上に震災後の、経済的な被害を受ける可能性が高いな。これまで地震の被害をある企業が受けて倒産すると、その企業との取引に頼っていた別の企業が、連鎖的に倒産することも数多くあったぜ。立地的に離れていても、取引がある会社がそういった被害を受ける場合があるのね。東京に本社を置く会社はとても多いし、東京にある企業との取引を行う会社は数えきれない。そういった面から考えても首都直下型地震は、直接的な被害以上に二次的、三次的な被害が、日本全国を長期的に苦しめる可能性は大いにあるぜ。具体的な被害としてはどのようなものが予測されているのかしら？耐震補強がなされていない都心の建物の6割が倒壊すると考えられていて、その際に大規模な火災が発生すると考えられている。その火災で1万6000人が犠牲になるという予測もあるぜ。関東大震災の時も大規模な火災で多くの被害が出たけど、同じことが起こるのね。巨大地震の後は主要な道路が崩壊し、車などの通行ができないことがほとんどなんだ。そういった状況では消火活動が十分に行うことができないと考えられるぜ。事実、これまで大きな地震が起きた地域では、被災地の道路などが破壊されて寸断されたり、車で避難しようとした人によって大渋滞が起きたりした例が数多くあるぜ。それに加えて、仮に消防車が到着しても、放水のための水が確保できない可能性すらあるわね。つまり、消火のしようがない状況になると考えられているってことなんだ。恐ろしいわね。首都直下型地震の被害に関しては火災だけじゃないぜ。
相模トラフを起点とする地震や東海地震などの海溝型地震が起こった場合は津波の被害も出るぜ。確かにそうね。火事による被害が大きすぎて、その可能性が見えなくなっていたわ。東京湾周辺は海面よりも地面が低い位置にあるから、津波の被害が甚大になる可能性があるんだ。高さ2メートルの津波でも海岸から20キロメートル、高さ6メートルの津波なら海岸から40キロメートルが、水没する可能性があると考えられているぜ。40キロメートルって、とてつもない範囲ね。またこの津波が河川を遡って被害を拡大させる可能性もあるし、都心は地下鉄が発達しているから地下が浸水し、液状化の被害が甚大なものになる可能性もある。確かに地下鉄網がものすごく発達しているわね。また、江戸時代から東京の沿岸部は埋め立てが行われてきた。このことからも、沿岸部の液状化が甚大になる可能性が高いぜ。そういった地盤の上に立っている建物の被害も大きなものになりそうね。そういった面からも津波の被害はより甚大なものになる可能性が高いぜ。また、そういった状況で懸念されているのは、自然の力による被害ばかりではないぜ。なるほど、治安の悪化ね。霊夢の言う通りで、こういった非常時は人身の荒廃が起こり、犯罪が増加する可能性が高いぜ。いわゆる火事場泥棒や暴力の横行など、治安は最悪のものになるかもしれないんだ。悲しいことだけれど、これまで地震災害が起こると必ず空き巣の話が出ていたわね。東日本大震災や熊本地震の際も、そういった被害が多かったみたいね。自然災害も恐ろしいものだが、人間のそういった悪意もまた同様に恐ろしいものだぜ。そういった犯罪の被害を受けないように、自分の身を守ることも必要かもしれないわね。避難するときは貴重品は必ず持って行った方がいいってことだぜ。持っていけないものは諦めるしかないぜ。震災後の建物は窓などが割れていることも多いから空き巣にとっては天国だからな。家に侵入するのを防ぐ手立てはないぜ。確かにそうなんだろうけど、なんか悔しいわね。悔しい気持ちは理解できるが、自分の命を守るためにも、避難する方がもっと大事だからな。生きてさえいれば、また取り戻せる可能性があると考えるべきだぜ。火災、津波、犯罪といった被害が出てきたけど、他にはどのような被害が出る可能性があるのかしら？可能性としてあるのが富士山が噴火するというものだな。過去の歴史を見ても、富士山の噴火と、関東地方で起きた地震とは関連がある可能性がある。なるほど、地震が火山へ影響をもたらす可能性があるのね。富士山が噴火した場合の想定もなされているけど、とんでもない被害が出るぜ。噴火時には火山灰が噴出するわけだけど、その被害も含めるとおよそ2兆5000億円の経済被害が出ると予想されているんだぜ。桁違いの被害が出るのね、驚いたわ。もう額が大きすぎて想像もつかないわ。どんな被害が出るのかしら？噴火による揺れと衝撃波でガラス等が割れる可能性や、建物が倒壊する可能性があるんだ。ガラスは飛び散ると危ないから災害時は、近づかないようにしないといけないわね。その通りで破片が飛び散るからな。それで怪我をする可能性がまずあるな。それから、火山灰だけでなく火山弾という、マグマの塊が降ることになる。上から降ってくるわけだから避けようがないわね。火山弾というのは直径が64ミリメートルよりも、大きな火山噴出物のことだけど、火口から数キロメートルの範囲にも、飛んでくることがあるぜ。そんなに遠くまで飛んでいくのね。ちなみに重さは、最大で400キログラムになることもあるから、凄まじい攻撃力を持っているぜ。恐ろしいわね、そんなのが降ってくるってことなのね。もちろん火山から数キロメートル離れると、降ってくる火山弾も当然小さくはなるけど、危険なことに変わりはないんだぜ。流れ出たマグマの被害もあるのよね。どの噴出口から噴火するかによって、想定される被害が変わるそうだけど、かつての溶岩噴火の際に噴火したとされる、長尾山から噴火した場合を想定すると、麓の富士吉田市は、噴火から数時間で溶岩に飲み込まれてしまうそうだぜ。たった数時間で町が飲み込まれるとか恐ろしいわね。今回はここまでだぜ。まずは首都直下型地震に関してだぜ。ということは関東で起こる地震ってことね。この地震は東京湾北部を震源と想定される地震と、立川断層帯を震源とする地震の二つが、想定されているんだ。発生する可能性がある要因が二つあるのね。そのうち、立川断層帯を原因とする地震を多摩直下型地震と呼ぶこともある。また、さらに大きな規模の地震も想定されていて、相模トラフの北側の幅最大 150km の、範囲を震源域とする巨大地震を関東地震と呼んでいるぜ。まさに巨大地震ね。実は東日本大震災を引き起こした、東北地方太平洋沖大地震の影響で、東日本全体に巨大な歪みがかかっていることや、プレートの深さが 10km と浅いことが、判明したことなどから、これらの関東で起きる可能性がある地震が注目されるようになったんだ。
東日本大震災以前はそれほど注目されるような可能性ではなかったってことね。ちなみに2012年3月に東京湾北部地震で、マグニチュード7の地震が発生した場合の予測が出されたんだが、東京都と神奈川県の一部で震度7、東京23区は震度6強の地震が発生すると想定されたぜ。どのくらいの被害が出ると予測されているのかしら？約2万人もの人が建物の倒壊や火災で犠牲になると予測されているぜ。もちろんこれは最悪のケースを想定した場合の数字だとされているから、高めに数字が見積もられていると思うけどな。犠牲となる人の人数予測がすごく多い印象を受けたけど、よく考えてみたら人口がすごく多い地域なのよね。そういうことだぜ。これまで起きてきた地震の発生地域と比べると、関東地方は人口が明らかに多いからな。被害を受ける人の人数が全然違うぜ。ちなみに経済被害は95兆円というデータもあるぜ。とんでもない数字ね。やはり人に多くの資産が集中しているというのもあると思うぜ。確かに多くの大きな会社は、東京に本社を置いているような気がするわね。そういった面からも、経済被害が甚大なものになるのかもしれないぜ。もし、この首都直下型地震が起こった場合は、日本全体に大きな影響が出る可能性が高いわね。地震自体の直接的な被害を受けなかったとしても、経済的な被害を受ける可能性は大いにあると思うぜ。事実、地震の被害をある企業が受けて倒産すると、その企業との取引で生き残っていた企業が、連鎖的に倒産することもこれまでにあったぜ。立地的に離れていても、企業が倒産してしまうってことね。東京に本社を置く会社はとても多いし、東京にある企業との取引を行う会社は幾多もある。そういった面から考えても、首都直下型地震は直接的な被害よりも間接的な被害の方が、日本全国を長期的に苦しめる可能性は大いにあるぜ。かつての関東大震災の頃以上に、東京に一極集中しているものね。基本的には首都に何もかもが集中するのは当然だけど、日本のような地震が多い国にとっては一極集中は良くないのかもしれないな。いわゆる首都機能を分散させる方が良いってことだ。日本でもそういった取り組みはなされているのかしら。歴史は意外と古いぜ。関東大震災の後に、東京から首都を大阪に遷都する話が言われていたぜ。これに関しては、当時の大正天皇が遷都を否定したためそれ以上の話にはならなかったぜ。やっぱりそういう話はその頃からあるのね。第二次世界大戦後の日本における首都機能移転は、東京と区部に立地する。政府機能、立法機能、行政機能、司法機能を、東京から 60km 圏外に移転する事業を言うぜ。政府機能の移転が中心って話なのね。1960年昭和35年に、磯村栄一らが富士山への新都建設構想を提案したんだけどな。何かあったのかしら？その後、建設大臣だった河野一郎が、浜名湖畔への首都機能移転を検討していたけど、河野氏が亡くなってしまったから話は流れてしまったぜ。計画を推進していた重要人物が亡くなってしまったのね。それ以降、首都機能移転についての話は下火になるけど、バブル経済による地価の高騰や、地下鉄サリン事件などのテロ行為によって、この議論が再燃することになるぜ。なるほどね、東京がテロの標的となった場合は政府機能が集中しているから、リスクが高いってことね。そして東日本大震災が発生したことを受けて、またこの議論が良くなされるようになったけど、結局のところ、現在まで何かしらの進展があるとは言い難いぜ。やっぱり反対する人も多いでしょうね。明らかに利権を失うものと得るものが出る話だからな。なかなかうまくはいかないだろうと思うぜ。マリサはこの件についてはどう思うの？災害への備えを中心に考えるなら、政府機能が一つの地域に集中しているのはダメだと思うぜ。災害時は使えないかもしれないが、インターネットで多くのことができるようになった。首都機能を分散させても情報のやり取りは問題なくできるはず。というよりできるようにならないといけないぜ。結局、何もかもが東京に集中しているのは危険な状態だと私は思うぜ。仕事とかもそうよね。一人すごくできる人に全てを任せちゃうと。その人が会社にいるうちはいいけど辞めちゃったら、会社全体に大きな影響が出るものね。大きな災害が起こる前には、少しはリスクを分散してほしいものだぜ。ちょっと気になったんだけど、地震のリスクが少ないところって日本にあるのかしら？地震が少ない県としては富山県が挙げられるぜ。過去30年で震度4以上の地震が6回しか起きてないと言われているぜ。確かにそれは少ないわね。それに加えて台風被害もほとんどないレベルだぜ。過去30年で、年平均2点は1個しか台風が接近していないというデータもあるくらいだな。やっぱり日本アルプスに守られているのかしらね。台風に関してはそれは絶対にあると思うぜ。1963年から津波の観測を日本は開始したんだが、観測以来一度も富山県が津波被害を受けたことは、ないらしいぜ。
あれ、ここに人を移した方がいいんじゃないの？災害リスクだけを見ればそうかもしれないが、その他のデメリットを考えるとどうだろうな。まずは冬場は大雪が降る地域だし、太平洋側からのアクセスは悪いしな。巨額の予算を投じてそういった部分を解決できるなら移転できるかもしれないが、難しいと思うぜ。確かにそうよね、災害リスクだけ見てもダメよね。あとは日本海に面しているというのも国防上まずいぜ。ああ確かにそうね、ロシアや中国からよく見えるところに、首都を置くことになってしまうということね。海から攻めやすくなってしまうからな、そんな事態は起こらないとは思うけど、そのリスクが劇的に上がるから国防的には厳しいぜ。他にはどんな地域で地震が予測されているのかしら？それじゃ次は能登半島の話をするぜ。能登半島では現在も群発地震が続いているぜ。石川県能登地方では、2018年頃から地震回数が増加傾向となったんだ。4年も前から続いてきているのね。特に2020年12月から地震活動が活発になったぜ。気象庁によると2021年1月以降、震度1以上の揺れを150回以上も観測されているんだぜ。ものすごい数ね。特に2022年6月19日に起きたマグニチュード 5.4 の地震では、珠洲市で震度6弱の揺れを観測していて、大地震の前兆なんじゃないかと騒がれたぜ。まあこれだけ揺れてればそう思っても仕方がないぜ。能登半島に住んでいる人も心配でしょうね。それ以前の2022年9月16日にも、珠洲市で震度5弱を観測するマグニチュード 5.1 の地震もあったぜ。なんだか揺れまくっている感じね。一連の地震活動は、東西約 15km、南北約 15km の領域で発生していて、特に北側から東側にかけての領域で地震活動が活発だと言われているぜ。すごく狭い範囲で起きているように思えるわね。群発地震の詳しい原因はわかっていないけど、金沢大学教授の平松義弘によると、地下から上昇した流体により、地殻が膨張している可能性があるそうだぜ。地下から上昇した流体ってマグマのことなのかしらね。おそらくそうだと思うぜ。それが地殻に影響して地震が起きているかもしれない。地面が隆起する地殻変動も観測されており、珠洲市の観測点ではこれまでに、地面が4センチメートルほど隆起しているとの報告もあるみたいだぜ。これは大きな地震が起こる可能性があると考えちゃうわね。能登地方のように周囲に火山がない場所で、これほどの地殻変動が観測されるのは、かなり珍しいことだと言われているぜ。え、火山がないのにこれだけのことが起きているの？能登半島には火山はないんだぜ。それなのに地震が起きたり地殻変動が起きているのね。地下の様子を実際に自分の目で観察できるわけじゃないからな。予測するのはとても難しいことなんだぜ。この群発地震の原因というのは、さっき言ってた流体が上昇して地殻を持ち上げているからなのよね。現在発表されているメカニズムはそうだぜ。ただ、言えることはどんなメカニズムにしろ、地殻変動が観測されているのは確かだぜ。地面が4センチメートルも隆起しているところもあるという報告があるくらいだからな。地面の下から何かが持ち上げているってことは確かってわけね。ちなみにこの流体の圧力が収まるためには2つの方向しかないぜ。一つは地上に吹き出すこと、そしてもう一つは流体が徐々に拡散して収まることだぜ。流体が吹き出すってそれ、火山の噴火みたいな感じよね。まさにそんな感じだぜ。もし、今後この圧力が高まっていって噴出する結果となったら、能登半島で大きな地震が再度起きる可能性が高いぜ。新しい火山すら誕生する可能性があるわね。できれば徐々に拡散して収まってくれるといいけど、今後どうなるかは誰にも見通せないからな。今後も気をつけておかないといけないわね。能登半島の地震がその地域だけで限定するとも限らないからな。他の地域での地震が誘発される可能性もあるぜ。そうね。遠く離れていたとしてもわからないわね。常に気をつける必要があるわね。今回は地震が起こりそうな地域を紹介したぜ。噂によると12月7日に大きな地震が起こるそうだ。あくまで噂だから、あんまり当てにすることはないと思うけど、災害への備えを常にしておくことは大事だものね。霊夢の言う通りなんだぜ。実際に、能登半島で続く地震を見ても、首都直下型地震の想定を見ても、災害への備えをしないという選択はありえないからな。気がついた時に少しずつ備えをしておかないといけないわね。ところで地震に遭った時に一番役に立つのは何なのかしら？私が聞いた話ではモバイルバッテリーが一番役に立ったそうだぜ。近頃はラジオも携帯で聞くことができるものもあるからな。ただ、停電している状態で充電することはできないからな。そんな時にモバイルバッテリーが役に立つわけね。近頃は大容量のものもあるし、USB だけでなく車用の 12V 電源を用意できるものもある。意外とカー用品で使えるものはありそうだしな。小さな冷蔵庫とか、冬に使えそうな電熱機能がついた服とかもありそうね。そういった道具を利用することもできるってわけだぜ。
まあもちろん災害への備えは他にももっと必要だから、いろいろ調べておかないといけないな。私はとにかく地震保険を残すことにするわ。確かに生活は厳しいけれど、地震への備えは切れないわね。今回の東北地方での地震だが、詳しい場所としては、三陸沖から福島県沖にかけての広い範囲なんだぜ。東日本大震災の地震と近いってことよね。そうだぜ。東日本大震災、東北地方太平洋沖地震の震源と、非常に近いということだぜ。じゃあまた昔のような大震災が起きるかもしれないのね。早速非常食の準備をしないと。おいおい、まだすぐ起きるとは決まってはないんだぜ。もう少し話を聞いてほしいんだぜ。この地域である、福島県沖は、以前からもこういった地震活動が起こっていたんだぜ。ただし、今回は特に異常で、もしかすると何か異変が起きているかもしれない、ということだぜ。なるほどね、そもそもそのあたりは地震がよく起きていたのね。そして今回の異常な地震活動では、その活動域が徐々に東北へ移動しているように観測されているんだぜ。ということは、東北太平洋沖地震の震源よりも、もう少し東北で大きな地震が起きる可能性があるのね。あくまでもまだ可能性だからな。何にせよ、東北沖ではかなり危険度が高い状態にある、ということだぜ。ただし、今回の地震の回数がたまたま増えていただけ、という可能性もあるわけで、まだ何とも言えないんだ。なるほどね、でも今後この回数が増えたり、継続して回数を維持しているようなら、かなり高い確率で大きな地震が起きる、と考えても悪くはなさそうだね。そういうことだぜ。現状では、異常に増えているから注意はしておこう、ということだぜ。東北というと、その北は北海道ね。もしかすると、北海道で大規模な地震が起きるかもしれないわよね。徐々に東北に推移してるなら、北海道もいつか危険になるんじゃないの？そうだな。以前は、北海道も小規模な地震が頻発していたんだが、現在はその回数も収まってきて、東北よりかは安全、と言えると思うぜ。かといって絶対安全とは言えないのが地震の難しいところ、ではあるんだがな。なるほどね、結局要注意ではあるわけね。逆に南の茨城県での地震活動は、北方へ地震活動が推移しているから、やはり、東北を中心に地震は注意した方がいいと思うんだぜ。東北の地震に注意ということね。私は関東にいるし、比較的に安全よね。さあどうだろうな。なんでそんなに他人事なのよ？日本列島はそもそも地震のリスクがとても高いんだ。世界有数の地震大国だからな。つまり、日本中どこにいても危ないってこと？そういうことになるな。せっかくだし、他の地域の地震についても触れていこうと思うんだぜ。実は、東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震は、千年に一度、と言われるほどのものすごく大きな地震だったんだ。千年に一度？確率としてはそんなに低かったのね。津波の大きさも考えるとものすごいパワーだったのもわかるし、逆に一年に一回あのレベルで来られたら困るわ。千年前にもあの規模の地震が起きたことがあるのかしら？実はあるんだぜ。869年に起きた、溶岩地震、と呼ばれる地震だ。震源としては近いと考えられてるぜ。そうなんだ。ところでいつも思うんだけど、どうやって昔の地震って調べてるの？地震計があるわけでもないし、不思議だわ。それは見てきたからな。見てきたってどういうことよ。まさか、タイムマシーンとか、未来人とか、そんなこと言うんじゃないでしょうね。すまないな、実は私はタイムトラベラーなんだ、と言いたいところなんだが、一瞬びっくりしたわ。どうやって推定しているかというと、古文書や碑文などから被害を確認して、それを現在の震度の規模に当てはめているんだ。歴史というか、考古学に近いことをしているのね。そういうことだぜ。有名な日本書紀にも地震の記録はあるし、今回の溶岩地震は、日本三大実録に記録されていた地震の記録から、東北太平洋沖地震に匹敵する、と考えられているんだぜ。そうなのね、また千年後に私たちの子孫がその記録を見るんでしょうね。あまりアホなことはできないわね。さすがに子孫に恥ずかしいことを見せたいと思う奴はいないからな。といっても、東日本大震災は2万人近い人が犠牲になったわけだし、こういったことが記録として残って、千年後に被害者が少しでも減ってくれることが、今、生きる者たちの思いだと私は思うぜ。そうね、私もそう思うわ。少し話が脱線してしまったんだが、この大震災の影響で日本列島の地震事情が変わってしまったんだ。状況が変わってしまった、というのはどういうことなの？そうだな、わかりやすく言えば、以前よりも地震活動が活発になり、地震が起きる可能性が高くなってしまった、ということだ。え？高くなってしまったの？危ないってことじゃない。そういうことになってしまうな。ここで、東北地方太平洋沖地震の話を少ししようと思うぜ。この地震には、地震の直接的な原因であるプレートの動きに、ある特徴があるんだ。
特徴？大きいとか、そういうこと？私から見ればプレートは全部大きいのだが、大きさではなくてスピードが特徴なんだ。とっても速いってことかしら？動きが速い分、地震が起きそうだわ。ところがこのプレートはその逆で、動きが非常にゆっくりとしたものなんだ。だいたい年間で、8センチメートル程度しか動いていないんだ。逆に8センチメートルも動いているのね。そうだな、気がついたら動いていた、というレベルだが、地球規模で見たらかなり小さいぜ。年間単位ではなく、何十万年、何千万年と歳月を重ねていくと、かなりの距離を移動することになるぜ。昔、大陸は一つだったとか私も聞いたことがあるわ。ハワイもいつか歩いていけるとか、地球規模で見ると夢がある話よね。この大陸の動きが、地震を発生させた直接的な原因なんだ。地震が起きる理由ね。この太平洋プレートが、日本列島のある大陸プレートに沈み込み、この大陸プレートがある程度持ちこたえる。そして限界点に達すると、大陸プレートがバネのように戻って、プレートを元の位置に戻そうとするんだ。その振動によって巨大地震が発生するんだぜ。逆に、ゆっくり動いていた方が沈み込みが慎重で、限界ギリギリまでいけそうね。確かにそうだな、実際のところはどうかわからないけどな。この原理で東北の巨大地震が起きたんだが、東日本が乗っている北米プレート上の地盤を大きく変えてしまったんだ。地盤が変わるほどの威力だったのね。この巨大地震によって、日本列島は 5.3 メートルも海側に移動していることがわかったんだ。5.3 メートルもアメリカ側に移動したの。恐ろしいパワーね。さらに太平洋側の地盤が最大で 1.2 メートルも沈降したんだ。結局、日本の国土面積が増えたことになったんだぜ。面積が増えるってことがあるのね。一時期、離島が消えるとかそんな問題もあったのにね。それだけすごい力だった、ということを知ってほしいんだぜ。海溝で巨大な地震が発生すると、こういったことが起きるんだ。ということは、今まで日本でも歴史的に何度かあったけど、同じことが起こってるってこと？その通りだぜ。太平洋側の海底の海溝には大きな谷があるんだけど、そこは、太平洋側のプレートが沈み込んでできた大きな溝なんだ。それによって震源地帯が形成されるんだ。そこで地震が起きやすいというわけね。そういうことだぜ。だからこの溝に沿って地震ができることから、震源地は一箇所で起きるのではなく、この地帯、一定の広がりの場所で発生するんだぜ。そしてその地帯のことを、震源域、とも呼ばれているんだ。プレートとプレートの間ではないんだね。プレートとプレートの間では岩石が固着していて、そこが崩れる時に地震が発生するんだ。東日本大震災後には、たくさんの小規模地震が発生したが、この震源域は、長さ 500km、幅 200km、という巨大なものだったんだぜ。かなり大きいわね。だから余震が長く続いたのね。基本的に、余震はだんだん回数も減っていくし、弱くなっていくものなんだけど、東日本大震災では、マグニチュード7クラスの余震が発生する、という少し変わったものだったんだぜ。そういえばまだ余震は続いているでしょ。一体いつまで続くのかしらね。少なくとも2030年までは続くだろうな。結構長く続くのね。首都直下型地震のこともあるし、なかなか油断できないわね。そうだな、ちょっとここで首都直下型地震の話をしておくぜ。この東北太平洋沖地震は、実は、首都直下型地震にも関係しているんだ。そうなの？でも、場所が違うから関係ないんじゃないの？場所は違うんだが、この東北太平洋沖地震によって、内陸部の活断層が活発化してしまって、内陸でも地震が発生しやすくなってしまうんだ。1944年に発生した東南海地震の1ヶ月後には、愛知県の内陸で、マグニチュード 6.8 の直下型地震が発生してしまったんだ。ということは、東北太平洋地震の影響で、別の場所の地震を誘発しやすくなった、ということ？そういうことだぜ。東北太平洋地震に伴う誘発地震は、北米プレートの上で観測されているんだぜ。もしかして、北米プレートの上にあるのって東京なの？そのまさか、東京なんだぜ。実際に、地震発生直後には関東地方での地震活動が異常なほど増えているんだぜ。この東北太平洋地震で、首都圏も含めた、東北関東地方の、広い範囲で直下型地震の発生が高まっているんだ。やっぱり、逃げ場はないのね、この国。でも、異常な回数って大体どれくらい増えているの？マグニチュード3から6までの地震発生の回数を調べると、5倍ぐらいになってるんだぜ。5倍？これは本当に異常な回数ね。最後に南海トラフについて話していこうと思うぜ。南海トラフ巨大地震は、太平洋岸に沿って大きな震源域が見つかっているんだぜ。震源域で地震が発生しやすいのよね。そうだぜ、そこは、東西に大きく3つに分かれているんだ。順番に、北から東海地震、
東南海地震、南海地震で、九州まで深刻な被害をもたらす、と予想されているんだぜ。またとても大きな地震が発生するかもしれない、ということね。そして、この地震は周期性がある、というのも特徴的だな。それも歴史の文献からわかることなのね。そうだぜ、さらにこの3つの震源域とは別に、近くのプレートでは地震も同時に発生する可能性があるわけで。そうなると、東北太平洋沖レベルの地震が発生する可能性は否定できないんだぜ。日本全土危ないってことなんだね。そういうことになるな。だから、自分には全く関係ないから備えなんてしなくてもいいや、とは思わない方がいいってことだぜ。そうね、地震だけじゃなくて台風の被害もあるわけだし、場所によっては雪害もあるわ。そう思うと、どこでも非常用の準備をしておいて損はない、と思ってしまうわね。そうだな。かといって過剰に怖がる必要もない、とは思うけどな。千年に一回のレベルだしな、全く来ない、ということではないけど。来た時に、備えがあった時とない時では、雲泥の差がある、と私は思うんだぜ。そうね、一瞬海外に逃亡しようかなとも思ったんだけど、円安でそもそもそれどころではないわね。海外に行くのはちょっと厳しいかもしれないけどな。そもそもお前英語できるのか？それすら怪しいんだぜ。え？マリサ一緒についてきてくれるんじゃないの？私は一生マリサとゆっくりしていたいのに。はいはい、また考えておくぜ。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。